最底辺の和です。この間泊まってくださった Airbnb のゲストの、流れというかお話ししたいです。このゲストさんは私が電話をした2番目のゲストさんですね。Airbnb のホストをなさってる方ならご存知だと思いますが、ゲストにメッセージを送ったりするほかに電話をかける機能がありますよね。で、それを、私去年ぐらいから使うようになったんですよ。なぜかというと、泊まりに来てくださる方、結構その詳細ですかね、デスクリプションとかプロフィールを読んでくれないケースが多いんですよね。私、Facebook のホストの勉強会に参加して、あれこれポストとかコメントとか読むんですけども、こうホストの人が持ってる悩みとか文句の中で多いのは、ゲストが、ディスクリプションとか、説明を、家のハウスルールとか全然読んでくれないとかって、そういうのを言ってる人いるんですよ。で、一応そういうポストの、返答の中に、じゃあ写真を充実させればいいんじゃないとか、そういう声とかもあるんですよね。で、それなんで、私も、写真を充実させるのはいいことだと思うので、私写真の中にテキストを入れているんですよ。これテロップとは言わないのかな。写真、そもそも写真の中に文字を入れるんですね。LINE、あれ LINE のなんだっけな、あれ、LINE カメラを使うと文字を簡単に入れることができるんで、もちろん Airbnb の中に写真を載せるときにキャプションを入れることができるんですよね。だけども、スマートフォンでキャプションとか入れられ、その旅行する人が見てて、キャプションを、キャプション入れ、あ、キャプションが読めない場合もあるかもしれないじゃないですか。それなので、あれ、ちょっとおかしい。何これ、ちょっと。ちょっと今、失礼しました。なので、キャプションが読めない人とか、画面に映らないといけないので、もうそもそも写真の中に取り込んであるんですよ。で、うちは、私のところは何の変哲もないタウンハウスなんですけれど、シャワーが3階にあるんですね。で、ゲストは1階の部屋なんですよ。で、1階の部屋はハーフバスって言って、トイレと流ししかないんですね。で、シャワーとかお風呂に入りたい人は3階に行かなくちゃいけないんですね。で、それも写真に書いてあるんですよね。で、あと、私は、そうですね、ホストの仕事に、一生懸命やりたいと思ってるんで、一応写真の中にですね、私を、Airbnb のスーパーホストにしてくださる方みたいにちょっと書いてあるんですよ。今度ビデオに映した方がいいですけども、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、Airbnb でスーパーホストになりたい人は5段階評価で4.8以上持たなくちゃいけないんですね。で、私結構ギリギリなんですよ。で、そんなこともあって、私の今のレートは4点いくつです。で、私をスーパーホストにしてくださる方みたいに、ちょっと、写真にその文字を入れてあるんですね。で、それで今回のゲストの方、もし仮に私のことをリアルで知ってる方がいて、最底辺のおばあさんのページを見てみようって
で、そしたらそのゲストのことは載ってないですよ。なぜかっていうと、私はその人のレビューを書いてないからなんですよ。で、ちょっとそれも本当は私がっかりしたんですよ。レビューをもらうことが楽しみなのに、なんかレビューが欲しくなさげな方だったんですよね。あ、ちょっと話前後しましたけども、この間チェックアウトしたゲストの方に、予約が入ったと同時、入って1時間ぐらいしてから私電話したんですよ。で、予約してくれた方には、お電話をさせていただきますってことも、まあ、それ写真の中に書いてあるんですよ。文字を入れて。で、それどういう意味かっていうと、今の時代、メールとかメッセージばっかりで、通話恐怖症の人っていると思うんですよ。私も通話下手ですけど、まあ、このビデオでもある通り、トーク力もないし、じゃあなんで電話するんだよってことですけども、その電話することで、私の民泊のリスティングので、ゲストの方が見落としてるところ、まあ、私も、ゲストの方にとって見やすいようにとはちょっと工夫しているつもりですけども、まあ、最近のゲストさんは説明とか全然読んでくれないっていう人もいるんでね。で、私一つ一つ確認したんですよ。1階の部屋にはトイレと流しがないので、シャワーは3階です。で、それは、知ってますっておっしゃってくれて、で、朝ごはんどうしますかって言ったら、コーヒーにミルクだけでいいって、朝ごはんは国際会議とかで出るからってことで、そうですかって感じで、あと私たち3階に住んでて、3階に住んでますって言って、で、2階がキッチン、ダイニング、リビングとかなって。てるんで、それは共用なんですけどって言って、で、そしたら、私ね、築何十年の古い家に住んでるから、そういう音とか大丈夫だっていうふうにおっしゃってくれたから、よかったって感じだったんですね。で、私らガレージはなるべく使わないようにするけれども、ゲストの部屋はガレージの横にありますとか、そういうこと言ったんですよ。で、そのゲストに、まあ、確認の意味も込めて通話をしますっていうことを、私の、写真の中にも取り込んであるんですけども、で、その意味はですね、写真、あ、じゃないや、通話を嫌がるような人だったら、そもそもうちに予約を入れない。で、私が、まあ、下手な英語で電話しますよね。で、それでうざいと感じたら、そのグレースピリオドの間に予約を取り消しできるんですよ。グレースピリオドっていうのは予約入れて2日間だったかな。で、予約入れてすぐに予約を取り消せば、ペナルティなしで、キャンセルできるんですよね。まあ、それグレースピリオド。まあ、日本語でもにグレースピリオドっていうんですかね。で、ゲストが2日間泊まってくれたんですけれども、帰り道、うちの近所のある、まあ、会議場みたいなところ、私、なんだ、あ、その会議場っていうか、NIH 国立衛生研究所の、本館じゃなくて別館みたいな感じ、その本部のところはうちから電車で3駅目なんですよ。だけど、今回この方が行った場所は歩いて約10分のところだったんですね。そんなんで、その医学薬学コンベンションセンターの隣の隣ぐらいな場所にあるんで、これは建物の写真撮って私のページに載せたいなと思ったので、まあ、そのゲストに対して、あなたがチェックアウトするときに、私を送っ、車で送りますよって言ったんですよ。
写真を撮りたいのでって言ったんですね。で、その写真撮りたいからって言えば、まあそのゲストの人も遠慮しないかなとか、あ、いいですいいですっていうふうにならず遠慮もしないかなとか思ったんですよ。で、その帰りの車の中でですね、そういえばレビューがゼロだったから、じゃあ Airbnb 初めてなんですか、初めてなんですねって私言ったんですよ。そしたら、もう何回も何回も使ってるって言うんですよ。で、私ちょっとと思って、私の、あ、じゃあ、あの、その彼女の、夫と一緒にしょっちゅう使ってるって言うんですよ。で、じゃあ今回は彼女の名前で来たんだなとか思って、で、そしたら、私はプライバシーのことをすごい心配するから、Facebook とか Twitter とか LinkedIn とかそういうのも全然やらないし、Airbnb の、プロフィールも写真なしで、レビューもなんか載せないようにしてるとかってそうおっしゃるんですよ。で、と思って、で、私通話した時にそんなことまで私思いつかなかったんで、もう次のゲストの時には、私、レビューを、いいレビューを書いてもらうのを楽しみにしてるんですけども、レビュー書いたことありますか？とか、もうちょっとこれから聞こうかなと思うんですよ。で、この人レビュー書かない人なんだとか思って、でもうあっという間に車を止める時間になって、もう建物の前に着いたんで、で慌てて私写真撮って、で、うちに泊まってくださってありがとうございますとか言ってお別れしたんですけども、で私ちょっと、まあ寂しい、レビュー書いてもらえないんだとか思ってちょっと寂しくて、で私テキストで書いたんですよ。そうですよね、もし私がレビューを書いたら何月何日にここに泊まったとか、そういうの出ちゃいますもんねって、でそういうことってそういう理解でいいんでしょうかみたいに私聞いたんですよ、メッセージで。だけどその質問は 無視されてしまいました。まあこの方は仕事柄、職業柄、固定電話って、ランドラインの電話を使ってる人のはずなんですよ。だけども、まあそういう、まあそれなんて彼女は通話恐怖症とかはないと思うんですけども、いや私も今度ゲストに、また未来のゲストさん、これからゲストの方予約が入ったら、レビューを励みに、まあ、しているんで、で、レビューの書き方とか分かりますかとかちょっと聞いてみようと思いますね。もうなんか最近、6年前と違ってレビューを書かないゲストが増えてきてるんですよ。まあ世の中は便利になってきて、もう何もかももう便利便利っていう、そういう時代になったせいか、もう面倒くさいことはもう指一つのことでもやりたくないんだなっていう、ちょっとそういう悲しい時代になったみたいですけども、まあそうですね、通話に出てくださる方でレビューを書いてくださる方に来てもらえるように工夫したいと思います。で、それを嫌がるような人は多分私の家、階段が3階まであるとか、ここ無人民泊だと思ったのにホストがいるのかとか、ちょっとがっかりするかもしれないんで、まあ、まず通話で、まあ、そのお互いの疑問を、まあ、はっきりさせた方がいいかなと思います。長くなりました。失礼します。ありがとうございます。